よし、やっていきましょう。今回はこちら、音楽スクール3を使って曲を作っていきたいと思います。私のテーマソングでもいいですし、まあ、なんだろうな、応援歌みたいなの、恋愛ソングみたいなの、そういうのをちょっと作っていきたいと思います。まあ、以前ですね、他のゲームで、まあ、学校を作ろうというゲームなんですけれど、そちらの方で、まあ、曲は作ったことはあるんですけれど、まあ、ちょっと短いね、1分ぐらいの曲だったので、今回はこの音楽スクールという本格的な音楽作成ソフトを使ってちょっと曲を作っていきたいと思います。はい。で、まずはね、まあ、曲を作るのもいいんだけど、曲を作ってから歌詞を作るパターンと、作詞をしてから曲を作るパターンって多分2パターンあるんだよね、普通の人だったら。で、私の場合、以前やった時は作詞をしてからその作詞に合わせて曲を作った感じなんですよね。なので、まずは作詞からしていきたいと思います。ステップ1、作詞作成。はい。で、作詞ができてからステップ2、作曲ですね。はい。これで曲を作ると。で、やっぱり動画としてあげるんで、PV も必要だなと思うんで、今回はですね、MMD という、まあ、踊らせるやつですね。はい。キャラクターを踊らせたりとか動かしたりする、そういうソフトを使って PV を作っていきたいと思います。はい。で、やっぱりね、今回は歌をね、いただかなきゃいけないんで、まあ、私が歌ってもいいんですけれど、やっぱここはね、歌姫にちょっと歌ってもらおうかなと思いまして、こちら、初音ミクさんに歌っていただこうかなと思います。はい。なので、まあ、先にこれかな、PV より。パート3ぐらいで初音ミクさんを使って、ちょっと歌わせてみたいと思います。これ初音ミクさんのソフトの使い方を学ばなきゃいけないんでね、それもちょっとやってみたいと思います。はい。で、パート4で PV を作って、で、完成という感じですかね。多分ね、パート3パート4が一番時間かかると思う。パート3はミクさんの調教ってやつ、うまくそのなんか人間っぽく喋らせるっていうの、そういう使い方とかを学ぶのが大変だと思うんで、ものすごい時間がかかると思うんですよね。作詞と作曲はもう一回やってるし、ソフトが使えなくてもアナログでもある程度はできるんで、まあまあいい感じにできると思うんだよね。うん。なので、まあパート3パート4が時間かかると思います。でも頑張って曲を作っていきたいと思います。ちょっと軽く触れておこうかね。まず作詞からだよね。作詞ね、やっぱりあれだよね、インパクトがある歌詞ってのは大事だと思うんですよ。うん。例えば、すごい有名な曲とかにね、例えばなんだろうな、西野カナさんの、会いたくて、会いたくて震えるみたいなさ、すごいインパクトありますよね。会いたくて震えるって、お前、どんだけ会いたいんだよってことを表してるんだろうけど、すごいさ、心に残るというか、頭に残るよね。うん。あとはなんだろう、ブンブンシャカブンブンブンみたいなさ、そういうのもなんかすげえインパクトがあるから、そういうのをね、大事に作詞をしていきたいと思うんですよね。でもね、恋愛ソングとかはな、ちょっとニコニコとか YouTube 向きではないよね。ちょっとなんか会いたくて会いたくて震えるっていうのも、ちょっとリア充感が漂りすぎてて、あんまりね、受け入れられないと思うんだよね。どっちかっつうと、そのなんかみんな寄りの歌詞、そのなんかなんつうんだろうな、なんか両思いじゃなくて、好きな人がいるけどちょっとね、自分じゃアタックできないし無理だなみたいな、そういう感じの歌詞だよね。だから、その西野カナさんのあの曲をちょっと変えてみると、やりたいけど周囲で済ませるみたいなさもう史上最低の歌詞だわな。それさすがに作れねえわな。うん。もっとなんかちょっと子供たち寄りのね、なんかもう女の子にも支持を受けるような。私は女性人気がないことで有名なので、女性人気を獲得するためにちょっとね、女性にアピールするような、そういうね、応援歌にしよう。応援歌、ちょっとね、ネガティブ人間がね、周りにすごい多いんで、そういう人たちのためにちょっとね、勇気を与えられるような、そういう歌詞を作っていきたいと思います。はい。で、まあ歌詞は次回ですね。パート2なのか、これが。はい。で、パート3は作曲。作曲なんですけど、作曲はこちらのね、音楽スクール3を使っていきたいと思います。
でも私ね、ちょっと楽譜とかが読めないんで、中学生ぐらいの時は、まあ、音楽の授業があったんで、大体ね、あ、このなんかトーン記号とかなんとかみたいなの、そういうので大体意味はね、知ってた記憶があるんですけど、今はもう全くわからないです。音符の違いとかもね、何が違うのって全然意味がわからないですね。はい。まあ、五線譜は一番下のラインが、一番下のラインがミ、ミだよね。ドレミのミっていうのが覚えてるんで、まあなんとかなるんじゃないかな。あと、私ね、リコーダー、中学生の頃使ってたリコーダーが、今持ってるんで、これでメロディーを作っていきたいと思います。これだったらドレミファソラシドがわかるんで、これでメロディーを作って、で、音符に書いていきたいと思います。この音楽スクールの。楽譜に、はい、それで作曲活動していきたいと思います。久しぶりに弾いてみようかな。私ね、中学の頃のリコーダーの成績は良かったんですよ。だから多分大丈夫。まずドが出せるかちょっと確認。ド、低音のドが一番出しづらいんだよね。ちょっとドこれ大丈夫だよね。完璧、美しいハーモニー、美しいメロディー、完璧だね。ちょっと一曲弾いてみようか。チューリップでも弾いてみる。チューリップ。ドレミドレミだね。よし。あ、結構体が覚えてる、すごい。いい。完璧ですね。はい、ありがとうございます。いやー、やっぱり体っていうのは覚えてるもんなんですね。完璧だわ。とりあえずこれで弾いていきたいと思います。だから何点なのあれだよね、1オクターブっていうの、これど、ドレミファソラシドまで、そのさ、高さまでしかさ弾けないってことだよね。これ以上高いさ、キーとかがさ作れないから、まあ歌いやすい曲になるからいいのかな。うん。で、あとはミクさんですね。これちょっとまだパソコンにインストールすらしてないんですけれど、まあでもなんかすごい使いやすくなってるみたいな。うん。結構わからなくても、体感操作でできるみたいなんで、まあこっちはパート4になるのかな、これが。パート2が作詞で、パート3が作曲で、パート4でミクさん。って感じだよね。うん。で、これはパート3、パート4まで撮っておきたいと思います。はい、で最後が MMD ですね。 MMD 難しそうだな。これが一番難しそう。すげえ時間かかりそうだね。まあ、これも頑張っていきたいと思います。はい。じゃ、とりあえず今回はチュートリアル的なもので今後のね進め方を説明しましたけど、次回歌詞パートから始めていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。